来ました、シオンタウン。あ、おい、鈴木。怪しすぎる。富士老人？なんか悲しい気持ちになってきたな。待って、あれ鈴木じゃない？あれ？なんかあるぞ。え、なになに？え？あれ？ピカチュウはなぜか驚いた顔をしている。顔はなんで驚いてるの？かわいい。うん、かわいい、はあ、癒された。よしこ、こんばんは、ジャンチーです。ポケモンをやっていきたいと思います。ですね、前回岩山トンネルを抜けましてシオンタウンに向かいたいと思います。なんだこれ、アジサイだ。コップもいるのかな。いませんね。ほんで、あ、来たんじゃないですか。来ました、シオンタウン。あれあれ、鈴木、ほお、どうした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 。あ、おい、鈴木、怪しすぎる。なんだなんだなんだ、あ、行っちゃった。あ、行っちゃった、終わった。今日のこの話しかじゃない。鈴木どうした。ポケモンタワーで遊べちゃダメなのある。あ、こっち回復しましょう。これあれじゃない、あの、どっかでね、話しかけた時に言ってた、幽霊が出るんだってっていうとこですよね。はい、皆さん、少年に。はい。シオンタウンで幽霊が出るってみんな騒いでるよ。おぉ、鈴木追っかけに行きますかね。でもちょっと街の散策もしようかな。どうしようかな、ちょっと待って。あ、ポケモン、あったね、そういえば。飼っていたポケモンが死んだ時、ポケモンタワーに持って行って、メイコに、なんか悲しい気持ちになってきたな。音がなんか、お香の香りに癒される。ちょっと家入ってみましょうかね。私ロケット団許せない。お世話してるカラカラのお母さんのガラガラがロケット団に捕まって二度と帰ってこなかったの。これ待って、さっきのカラカラじゃない？え、これ私にカラカラを助けられるだろうか。そういう感じかな。おかしいな、富士老人がいないぞ。どこに行ったのかな。あれ、富士老人、富士老人、緑のかわいい、あ、ポタちゃんな。おい、もともと富士おじいちゃんねなの。じいちゃん優しいのよ。ふんふんふん、あらあら、じゃあポタちゃんも捨てられポタちゃんなのかしら。でこれだけと富士の富士老人も富士おじいちゃんも探しに行くことになりそうですね。では散歩の人と話しかけるかな。うんうん、ポケモンタウンに幽霊が出る。なるほど、どうもロケット団にさらわれて行方が分からなかったポケモン。カラカラちゃんのお母さんかな。じゃあ行ってみましょうか。ここはポケモンの礼拝とポケモンタワー。じゃあ行ってみましょう。おお、あ、こんな感じ？へえ。はい、早速行きましょう。お墓参りに。はいはい。片っ端からね、話しかけてみようかな。悲しくなってきたよ。うんうん。あれ、まさか。あ、よそ行きセットいただきました。やったー、嬉しい。じゃあちょっとね、マリンもね終わったしね、着替えてみようかな。じゃあまず私から。あ、よそ、あれ、ちょっとおしゃれなんじゃないこれ。あ、おしゃれか。おお、靴もね、よそ行きにね。あ、シック、バッグもね、よそ行きに。はいはい、いいんじゃないですか。では、あら、帽子、よそ行き、あ、おしゃれ。え、よそ行き、あ、よそ行き T シャツ、はあ、かわいい。あ、かわいい。なんだろう、なんか5歳の男の子の子供っていう感じ。かわいい。ふう、ちょっといい気持ちになりましたね。なるほどね。じゃあ上に行ってみようかな。なるほど。え、なんだ、すごい。なんだ、お墓だよね。待って、あれ鈴木じゃない？あれ鈴木じゃない？始まります。
お、え、ジャンチーじゃん、そうだよ。こんなところになんで、まあ、まさか、死んでない死んでない。大丈夫大丈夫。あ、かわいい。あー、なるほどそういう感じね。はい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 。ここでバトルね。なんか心配でかけてきてやったのに。お、ピージョンだ。うちにもいますよ、ピージョン。これは、あ、どうしようかな。デギュタにしちゃった。これポケモン変えないとね。これはピカチュウかな。行っておいで、ピカチュウ。え、かわいい、お利口さん。おしゃれ、おしゃれさんですね。なんかもう、おばあちゃんみたいな気持ち。こう孫のか、孫がかわいいとかってこういう感じなのかな。頑張れ、頑張れ。いけ、よーし、ふぅ、吸収しました。オッケーオッケー、いい感じ。EV ちゃん進化させちゃってるじゃん。サンダースですよ。見たい、サンダース見たいですね。はい、かわいい。かわいい。もう一回な、これ倒されないでいいんだけどね、な、これで。でもこれね、やばい。持ちこたえてくれ。ダメかー。まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。うん。よっしゃー、ふぅ、ギリギリですね。勝ったぜー。悪いね、鈴木。あ、しまった、勝負してたらカラカラがどっか、やっぱり。うんうんうん、さっきのカラカラちゃんね。OK。なるほど、なるほど。じゃあ、これ、一回どうしよう、ポケモン隠させに行こうかな。かわいい、ちょっとピカちゃんだな。また戦いそうな雰囲気で、もう全くもう頑張り屋さんなんだから。かわいいですね。じゃあ早くも。もうシックめちゃかわじゃないですか。かわいい。あ、かわいいですね。あ、かわいい。尻尾は、あ、尻尾もいいですね。あ、かわいい。あ、これ戦っときます、しましょう。これ技マシンもらえんじゃないかな、さっきのやつね。よい、おお、分かった、勝ちましたよ。あ、ピカチュウの飴を5個手に、なんだこれ、なんだなんだ、ポケモン強くする飴、私も飴持ってる、なるほど。へえ、時計使ってみます。これピカチュウじゃない？あ、ほんとだ、やっぱり。なんだろう。あ、強い、あ、すごい、これピカチュウにしか使えなくないですか？これ全部使っちゃう？ねえ、そういうことだよね。ほら！え、すごくない？ピカチュウ強くなるな。へえ、あ、これ使い切りじゃないんだ。強くなりました。ちなみに、あ、そっか。ああ。なるほどね。これじゃあ使っちゃった方がいいんじゃない？あ、でもまあそんな一気に使うことはないのか。ね。はい、じゃあちょっとですね、上の階行きまーす。おー、おー。あれ、お前も来んのかい。おーい、カラカラ。鈴木優しいですね、でもね。カラカラのためにね。見当たらないな。まあ呼んだだけだし。あれ？ん？あれは？あれ？なになに？ひ、おば、おば、おばけ、鈴木、お前男だろ。私もお化け苦手なんですけど。立ち去れ、立ち去れ、え、なになになに、あ、あ、めめめめ、かわいいね。待って、これママってことじゃない？まあ、ほら、え、な、そっち行くん、え？泣きそう。え？え？これ。え？怖い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 。何何何これ？なんだなんだな。これ何？ポケモン？ポケモンかな？え？あー、なるほどね。っていうことで、ちょっとここでなんかピカチュウがちょっと一旦なんかかまっとこしそうなんで、なんか短いな、そう。あ、あ、あ、怖いの？ほら。怖
つう、あ、かわいい。なんつうご褒美タイムなんだ。かわいい。ハイパーボールだ。いやーいいですね。マスターボールもしね。ではちょっと次に進む。あ、こっちもあるな。待ってきましょう。おー、すごい傷薬だ。これさっき鈴木が使ったやつですね。お、ぶね。どうしよう。え、あ、あ、あ、ぶね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 。あれ？なんかあるぞ。え、なになに？え、あれ？あれ？え、でかっ。立ち去れ、ここから立つ。え、これ、え、なに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 ？あれ、もうピーが怖がってるじゃない。どういうこと、どういうことってこと、やっぱなんかあるんだ。ピーか、もうピーが怖がっていけないから、もう戻るしかない。はい。で、言われた通り立ち去ってきたんですけれどもですよ。で、一回、まあ、言われたから立ち去りますね。で、なんかあるかな？何もない。やっぱりあのね、ポケモンタワー進めるには多分何かしらの技が必要で、それを多分ゲートしなきゃいけないんですけれども、なんか途中でどっか藤郎寺いますよね。ほら、いた、やっぱり。これね、じゃあ。はい。やっぱりやっぱり、そういうことか。榊様のためにシオンタウンまで来たけど、富士ってじいさんどこにもいないじゃない。なるほど。あと探してないのはポケ、あー、いっ、変な揺れが、ほらほら、あ、コロコロ、あ、はての、え、まさか、え、え、やめてよ。タマムシティのロケットゲームコーナーに行きましょう。まあ、なるほど。妥当なものを見てしまった。ちょっとこの人に一回話しかけてみます。ふんふん。なるほど。わかりました。じゃあちょっとね。どうやら多分この次にタマムシティまで行って、カラカラちゃんを多分ですね、お助けに行かないといけないですね。ということなので、ちょっと今回長くなったので、一旦ここで終わりにして、また次回ちょっとかけてみようかなと思いますね。では今回もありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。ありがとうございました。